どうも寿司ラーメンリュウキです。前回ね、爆発の勢いでポテトを飛ばすポテトガンっていう海外のおもちゃで弁慶の泣きどころを撃たれるっていう動画を撮ったんですけど、もうねマジで痛かった。ちょっと威力強めるために全体的にポテトガンを長くしてみたんで、これで一回撃ってみたいと思う。いきます。じゃがいも発射。でね、ポテトがめちゃめちゃ遠くまで飛んでいく装置なんですよ。でね、これを使ってこのじゃがいもを一気にポテトフライにする装置を作っていこうと思います。しゃいくぜ。包丁をこうやって固定して飛んでくるじゃがいもをスパスパッとスパスパッとね、スパスパッ。包丁をここに固定したんで、この包丁に向かってこうやってジャガイモを打って、あそこのフライパンでポテトフライにしていこうと思います。オッケー。じゃあいきます。ジャガイモ発射。3秒前2、1。わはそこにとどまるな。白羽取りに成功してますね。いきまーす。発射。めっちゃ綺麗に切れてる。想像以上にポテトがあっちに飛んでったんで、板で跳ね返してポテトフライにしていこうと思います。じゃあいきまーす。ポテト発射。3秒前2、1。あっつ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 。めちゃめちゃ跳ね返ってきやがった。ちょっと集合。みんな集合。見てこの綺麗さ。めちゃめちゃ綺麗に切れてんだけど。よし。じゃあ今度こそ、じゃがいも発射。強すぎる。くそー。めちゃめちゃ、あ、じゃがいも吸い込む。めちゃめちゃ切れてる。じゃがいもイン。じゃあ今度こそ、いきまーす。じゃがいも発射まで3秒前2、1。じゃがいもきまーす。発射。おい、じゃがいも天国。うまそう。